の、ねはい、選手以外にもいろんな団体選手がね、はい、坂本一回その勝負してみたいという選手かなりね、はい、いるみたいですね。なるほどね。さあ中村俊輔で、おーっと岡田西崎、まああのスワマンにしてみれば2人とも美味しい餌という表現もしましたかね、はい、美味しい餌、美味しい獲物、さあ、ね、レインメーカーが入ってくる、はい、岡田の方がね、スワマンの先輩ですからね、はい、あ、そうなんですか、キャリアはね、キャリアが2ヶ月先輩なんですよ、はいはい、というか、まあ、同じ、2004年デビュー組なんですね、はい、スワマンは、はい、お互いが歩んできた、はい、全く違う8年をぶつけてみるのも面白いんじゃないかと言ってますね。2004年8月29日岡田デビュー、2004年10月11日スワマデビューです。2ヶ月岡田の方が早いわけだ。